久保さん。ちょっとね、タバコ吸ってるときにね、タバコ吸ってる仲間同士でちょっと話をしてたことがあって、まあ明日死ぬってなって、まあタバコやめるやめないの話がやっぱ出るわけですよ。まあタバコが値上げされてね。で、まあタバコをやめるってなって、なんか明日死んでやめるよりかは吸って死にたいよね、みたいな。うん、要は、なんだろうな。うーん。 我慢して死ぬのか、やりたいこと、まあ自分がこう,こうしたいっていうものをやって死ぬのか、どっちがいいですかっていう問いですよね。だから一つの問いっていうのは、タバコを吸うと健康にいいのか悪いのかっていう問いで、もう一つの問いが、明日死ぬとするならば、我慢して死ぬのか、我慢せずに死ぬのか、どっちがいいですかっていう問いなんですよ。これ面白いですよね、非常に。 まあ、そりゃあまあ、明日死ぬんだったら、まあ、吸って死にたいよね。どうせ死ぬんだから、みたいな <laughs>。まあ、吸いたいわけじゃないですか。タバコ吸う人からするとね。もうお酒飲む人からすると、お酒飲みたいわけじゃないですか。例えば、久保さんも、キットに乗りたいかどうか分かんないですけど、明日死ぬってなったら、最後、キットに乗っとくか、みたいなね。ね。うん、なんかまあ、うん、その失意症によって、そのか、ものの考え方って変わったりするんじゃないかなと思うんですよね。 うん、その感情も変わるし、シチュエーションも変わるあの。感情も変わるし、考え方も変わるだろうし。うん。だからまあ、答えなんてないんですよね。だけど答えはないんだけども、うん、答えがみんな欲しいんですよね。だから永遠に見つからない、人生とは永遠に見つからない答え探しなのかもしれないですね。いってらっしゃい。